呂山正道は、日本の政治学者、行政学者、政治家、お茶の水女子大学名誉教授、民主社会主義の提唱者であり、行政学研究の先駆的存在である。新潟県刈羽群河村生まれ、群馬県高崎市で育つ。1913年3月に、県立高崎中学校、1917年7月に、第一高等学校を卒業し、 東京帝国大学法学部政治学科に進学。在学中に、吉野作造の影響を受け、東大新人会に参加、政治学の研究を志す。特に雑誌、社会思想の導人であった、河井栄次郎の勧めから、イギリス社会主義の研究を始め、その後の民主社会主義理論家としての素地を作る。1920年7月大学を卒業と同時に、法学部助手に、 採用、1922年同助教授を経て、1928年教授に任官。1927年からは新設された行政学講座を担当する。1939年4月に行われた東大経済学部の人事処分をめぐり、進行のあった河合英二郎が休職処分とされたことに準ずる形で、抗議の辞任を行い、 大学在職時から続けていた雑誌等での言論活動に主軸を移す。政治的には2.26事件に際して帝国大学新聞に軍部批判の論説を掲載するなど軍部に対して批判的な姿勢を見せたが一方で社会大衆党などのウハムさん政党やこの絵踏みまろに接近し1934年5月当時貴族院議長のこの絵が親善特使として 米国に派遣された際にも同行している。また、1930年代の政党政治の行き詰まりや軍部対等の中で、国内政治体制の刷新のため、立憲独裁を提唱して、この絵のブレーン組織である昭和研究会設立構想に参加、日中戦争下の1938年には、改造に掲載した論説により、党は共同体をめぐる論争の口火を切った。 1942年4月の翌3選挙では、この AI の上夫妻一郎の勧めを受けて、推薦候補として、群馬2区に立候補、衆議院議員に当選する。また、戦時期には、フィリピンの軍政幹部顧問であった、村田昭三の指名により、大学以来の旧友、東俣正一と共に占領地の調査に参加した。 終戦後の1945年12月1日に議員を辞任し、中央公論社副社長、中央公論編集主任に就任するが、1946年11月には言論活動に専念するため辞職している。また、1947年には公職追放を受けたが、翌年には追放を解除された。この追放にあたっては、木村健康、丸山正夫、 辻生命らが追放解除の嘆願書を占領軍に送っている。1948年に日本政治学会理事に就任した後は要職を歴任し、1949年に公益事業学会理事長に就任、1950年には自らが主導して日本行政学会を設立、初代理事長になった。大学教育にも復帰し、 1950年1月には、お茶の水女子大学学長に就任。1959年12月まで務めた後、1962年4月から、国際キリスト教大学教授に就任。同大の大学院行政学研究科設置に協力した。お茶の水大学学長当時、チェーホフの会という愛好会の立ち上げを発案。学長退任まで。 定期的に読書会などを開いていた。この間も学外の養殖を歴任し、民主教育協会会長、東京都教育委員長のほか、中央教育審議会委員、NHK 番組審議会委員、憲法調査会委員、第一次臨時行政調査会委員をはじめとする各種委員を務めた。また1951年からは民主社会主義連盟理事長として、 社会党右派の政策路線を学問的、理論的にサポートしており、1960年の民主社会党結成時には執行委員長への就任も取り沙汰されたが、ローさんはこれは辞退した。しかし、民社党結成と同時に発足した同党の政策を理論的に補完する民主社会主義研究会議の議長に就任し、理論的イデオローグとして特に日米。 安保肯定論で民社党の外交、防衛政策を理論付けたことは有名である。1966年4月君一等随法賞を受賞し、1968年には日本学士院会員となるが、1980年、急性心不全で死去する。戦前、戦後を通じた研究者、言論人としての旺盛な活動。 現実政治への関与から今日も老産に対する関心は高く、行政学研究のパイオニア、1930年代を代表する革新八式人などの視点から老産自身を対象とする研究が蓄積されている。また、老産が端緒をつけた行政学研究は、老産の講座を継承した辻生命や今村綱緒らによって継承発展することとなる。 ローザンは6人兄弟の長男で、弟には講座派、マルクス経済学者、京都大学教授の山田勝次郎、アジアアフリカ問題評論家のローザンよしがいる。生前ローさんは、ローン家は、子沢山さんで、左は共産党から、右は自民党までいる。勢い長男の私は、民主社会主義で行くことになると、よく冗談で語ったとされる。 国際政治学者、上智大学名誉教授のローサン同友は、長男、生物学者、カナダ国立海洋森林研究所所長を務めた、ローザン友オは次男。中央公論者社長を務めた、島中法事の妻マサコは長女。ありがとうございます。